はい、皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、えー、いつものように言ったらあれですけどね、時間経つの早いよね。<laughs> 早いですよ。も、長田町からね、さっき吹っ飛んできてもってね、ちょっと息切らしてたんだね、<あ>ちょっとお腹を、お腹をね、<laughs> はい、あのー、はい、ちょっと落ちつかせてもらって、はい、一息ついてようやくね、今できるようになりました。はい、えー、政治ジャーナリストの安住明子さんをお迎えしてですね、はい、こんにちは。年内何があるかまだわかんない。本当にね、解散総選挙って話がね、なんか、 メディアによっては、年内会社ないよとか言い出したり、いろいろあるけど、やっぱりちょっと怪しい動きがいろいろありますんでね、え長田町からですね、レポートした内容をですね、ちょろっとね、教えてもらいながら、どうなるか、ちょっとね。お,お,お土産紹介、えー。あ、そうなんだ。<laughs> お土産紹介申し訳ない。<laughs> 懐かしい。そうなんあのね、いつも安住さんにはね、僕が甘いもの好きだからね、<laughs> あのー、クリスピーのね。なんか開けた方がいい。開けます。クリスピーのね、なんとドーナツ。ドーナツ来ました。はい、これはね、 後でね、これ、喋りながらね、食べるとなんか、散らしちゃいそうだからね、もったいないからね。<laughs> あの、これはね、後でね、あの、いただくことの、お茶受けでいただくことにします。ありがとうございます。はい。えー、これはちょっと、後のお楽しみということでね。はい。えー、ということで、えー、まあ、前回もあのですね、いろいろ、これ解散近そうだなっていう話があったんですけど、どうですか今日回ってきて。 あれとですね、解散の雰囲気はするとか解散の雰囲気が、うん、あのちょっとやんだとかっていうのはあるんですけど、うん、解散がないとかね、うん、絶対言えないわけですよ、うん、よくあるのは、うん、解散がないとかなんかってこう出てる人いますけど、うん、じゃあどこでって言ったら誰々が言ってた、うん、でもその人は総理じゃないで総理しか解散権はないわけですよそうですねなのに総理にまあ近いところの人が解散 とかなんとかかんとか言っても、うん、あの、解散は可能性があるか、うん、ま、可能性がちっちゃいかであって、うん、解散がないっていうのは絶対言えないわけですね。そうですね。うん、うん。だからね、私、今になって、今、はっきり言ってずっと毎日空気が変わってます。特に、今週、週明けね、うん、3連休あった後の月曜日、うん、ものすごくやっぱ空気変わりました。で、うん 解散するんじゃないかっていうふうな話が出てきました。うん、その時にね、うん、逆張りして解散ないっていう人いるんですよ。うん、単ならそれは何かって言ったら、目立つため、うん。うん。逆張りは目立つため。逆張り、逆張り、これ逆張り。ポイント。<laughs> もう逆張り、逆張りね。で、それは、あの、こんなのなんて、うん、なんかでポーンと投げたら、どっかに当たるのと同じで、うん、もし解散なかったら、おら、うん、だから俺が言った通りだろう、みたいな感じにね、うん、するんだけど、うん、そんなのあるかないかどっちかなんだから。うん、不思議と解散のね、予測って外れても誰も文句言われないから。そう。で、<laughs> あるかないかどっちかなんだから、それはね、あの、前言ったら、あんまり、あそ意味が、うん、 あるっていうか、まあ、ある可能性だったらどういう風なのかなんだけど、うん、ないっていうこと自体、うん、あんまり意味がないんですよね。ねうん、ただ、あの、あれですよね、週明けっていうか、週、あの,その、そ、うん、の、この間の週末に出てきたセロン調査の数字があまりにも悪かったので、うんうん、あまりにも悪かったので、これは解散かなっていう話があったんです。うん、なぜならな、なぜなら、支持率下がったら解散しないってみんな、 思うからね。思うんですか思う人がいるみたい。あのね、そういう人はね、センスないです。あの、株やらない方がいいと思う。株って下がった時に、パッと売っちゃう人いますよね。損切りみたいな。なんでかって言ったら、将来また下がることを見越したら、そう、下がりきる前に売っちゃうっていうのが、前言ったら、そのリスクから、前言ったら、まあ、身を守る方策ですよね。今 えー、やったら、40議席下がるとか言われてるんですけど、うん、れこれもね、この数字が出てきたこと自体、嘘っぽい。うん、なぜなら、なぜなら、調査っていうのは、必ずしも、次何議席を取るかじゃなくてね、うん、調査を一つやったら、大体、うん、調査ってどこでもそうですけど、うん、何議席から何議席までの間、うん、ない、また違う生徒は、何議席から何議席までの間というふうに出てくるわけですよ。うん そんなにこの数字だからこれだっていうような予想はなかなか難しい。うん、例えば約何議席っていうのは出てくるかもしれないけど、じゃあ241議席ですっていうのは、まず調査ではほとんど出てこないはずなんですね。うんうん、260から220とか、うん、えとか100から60とか、うん、そういうふうなあの幅を持たせるはずで、うん、そこでね。 世論調査や、世論捜査やるんです。要するに世論捜査。ねうんうん、で、それは私、この間聞きました。そしたらね、例えば自民党が次の選挙で、うん、次の選挙でですよ、230、うんえー、から200っていうふうに出たとするでしょ、うん、例えば、例えばですよ。はいはい、で、そしたら、そしたらね、えー、野党の方が、野党の方が、例えば、野党というか、公明党がね、公明党が今まあ、うんうん 30ちょっとだから、例えば28から10とかなんかって出たりするでしょうん、うん、そうすると、一番、一番高い数字同士を合わせたやつか、うん、一番低いやつを合わせたやつか、うん、その間のどこの数字を選ぶかっていうのは、うん、流した人間の意図によって変わるわけですよ。うんうん、そうするとね、 こっちで230から200、こっちで例えば28から10とかだったら、こっちで18、こっちでえっと30かな違ってたら、48も違うわけです。議席数、議席がね。ただ、その中で、その中でね、その中でどのぐらいの差に縮めるか縮めないかっていうのは、流す人間の紫算図って、これは国民の意図とは全然関係ない。っていうことで、今のね、今の、 傾向はわかるんだけども、じゃあ何議席減っていうのは、うん、これ数字でバンと出てきたときは、これ意図を感じなきゃいけない。うんうん、で、大体例えば、えー、40議席から20議席減とかって言ったら、うん、まあこれはね、これは、まあ、調査から素直な数字なんだなっていうのはわかります。うんうん、で、そこでどこを選ぶかですよ。うんうん、結局は。う結局でもね、全体的なその例えば、あの、うん、まあ、 世論調査なんてアンケート取ればね、答えた人がどっちを支持する、支持しないってことはわかるんだけども、うん、もう細かいなんていうか選挙区まで行くと結構衆議院って複雑ですよね、議席でやるのはね。あのー、細かいところは政党はやりますよね。うんうん、あの、選挙区ごとの,あの調査取ってやるんですけど、うんうん、あまあ、あのー、メディアがやってるのは大体、まあ、網打的に3000とか2000とか、ね、まあ、1000の場合もありますけど、うん、それを電話 とかの大体で,で,、ねうんうん、でも僕からすると 1000, 1,000でやるところが結構多くてこれが結構ガタガタするんだけど3,000以上になるとなんくく信憑性がしていくんですよね、うん、あのこの間ちょっと聞いたんですけどね、うん、あの一般的に NHK とかそういったところの当、うんうん、落予想ってあるじゃないですか。はいはい 動略予想、あれ、し、すごいしっかりしてるんですよ。うん、え基準があって、A とか B とか C とか D とかあるから、うん、それを見ると、大体この差がわかるわけです。うん、その、だからそれを見たときに、うん、あ、この選挙区は多分この候補が勝つだろうなとか、この選挙区はちょっとこう、どうかわからないなというのはあるんですが、うん まず、それ以外の、ABCD とかあるじゃないですか。あの、何とかさんっていう人が予測しました。あれ適当ですからね。だから、あれ適当で、あの、私なんかも時々依頼されることがありますけども、あの、数字なんか持ってないわけですから、持ってなくて感覚で言ってて、だから、AA とか、AA とかってあるはずないんです。普通は。AA とか BB とか、あるはずないんですね。選挙区に立った人もね。そうそうそう。そういうふうに格付けするわけ BB とかっていうのは絶対にないわけですよ。だって、これあれ、 あの、A とか B とか相対的な話だからね。皆さんも週刊誌の歌見たことあるでしょだからね、あれをちゃんとね、あの、また新たに定義して、で、こういう風なのだったら A つけました、B つけました、C つけましたって言うんだったらあれだけど、だけどそうじゃなくって、単に感覚だったら B、B っていうのあるわけで、B、B っていうのは大体ね、どっちも通りそうだなみたいな感覚。うん。でもね、ほんとね、あの、もう、はっきり言うと、あんまり言うとあれだけどね、あの、 安住さんとはもうかなり長い付き合いなのね、僕はあの、十何年になってるよね。そうですこと言っけね。で,すで,すでね、ずっと言ってること聞いてきたわけ。で、他に有名なって言ったらあれだけど、よく名前見るような政治評論家っていうわけです。政治評論家とか政治ライターとかね、政治記者とかいるけどね。だいたいその今言った AA とか BB とかつける人ね。よーく後で、僕やらしいから後でチェックするんだけどね。だいたい外れるの外れ。外れてるでしょ。今までね、あのね、 外れることはね、無責任に言わないんですよ、このは。あのね、この間の、今ね、ちょっと探してみたんですけど、今ちょっと見つからなかったんですけど、あの、え、2021年の総裁選あったじゃないですか。総裁選あった時に、テレビでね、テレビの、えっと、フジテレビなんですけど、フジテレビのあの番組で、あの、ま、あの時、石破さんがまだ不士、えっと、富士津っていうのは決定しなくて、石破さんも合わせて、 えー、岸田さん、河野さん、うん、高市さんから石場さん4人の、あ当格を言ってくれって言われて、うん、一番近かったのは私なんですよ。すね、なんでかって言ったら、<laughs> なんでかって言ったら、皆さん大体ね、これ、この後のちょっとお話に関わりになるんですけども、あの、高市さん甘く見てたんですね。うんうん、で、まず、女だからっていうので甘く見てたのがあった。うん あった。明らかに女だからっていうのがあった。あと適当に全部3等分とかね。そういうふうな、3等分のはずがないんだから、絶対に、通っていうことないんだから。あの時に、岸、私は石場さんは、一般的に人気があっても、要するにまあ一般票ですね、あったとしても、だけど、やっぱり議員票は取れないから、この人は果てしなく低いだろうなと。で、それよりも、 高市さんの方が絶対高いだろうなって。うん、だって後ろに安倍さんついてます。安倍さんね。ただし、高市さんになった時に、うん、じゃあ果たして高市さんが1位になるかって言ったら、うん、これはそんなにやっぱり高くないだろうなっていうことで、うんうん、いうことで、石場さんより上げてもら、上げさせてもらったんですよ、結局は。うんうん ところが他の方はみんな下に、高市さんが下になってたりしてたわけですよね。うんうん、で、あれはね、完全に、票の構成っていうか、うん、自民党の票の構成とか、うん、あの、深く考えなくても、深く考えなくてもですよ、うんうん、普通見てたら、反射的に思うようなところが、全くやっぱり考察されていないっていうところだと私は思う。うん、あのー、変な話だけども、その、いつもあのー、石破さんって、推薦人集めるのに苦労しますよね。 そう。だから、前の時だってね、うん、結局は出れなかったわけでしょ、うん、結局は。あれだって、うん、まあ、諦めたんじゃないかなと。うん、まあ、だから、あのー、石破さんの戦略っていうのは、まあ、地方創生大臣の時、一生懸命ね、地方の自民党の方たちと仲良くしてね。やってましたよね。やってました地方の自民党の票はいっぱい取るんだけども、<る>議員票ってのは半分あるわけですよ。で、その議員の中ではね、 その、推薦人を次議員中から20人集めるのに苦労するってとこはね、うん、やっぱり実力がそこで現れちゃってんだよね。うん、うん。だから今、今回もね、週刊誌で次の総理誰がいいですかって、常に1位は石場さんなんだけど、それは人気投票に過ぎなくて。で、ねそれは、それはね、うん、結局は名前知ってる人があ,あまりにも少ないからじゃないですか。うんねうん、だって、場合によったら、自分の選挙区誰が出てるのかって名前知らない方って多いと思いますよ。ねうん、だから、私が見る限りは、うん、あの結構いい方、 結構いらっしゃるんだけども、うん、だけど、それについて、みんな、皆さん知らなかったら、まず、知らないと、一票入らない。うん、あの、うん、悪名は無名に勝るって言うんですよね。その点ではね、石場さん知られてはいるんだよね。知られてます。うん、だから、あれだって、結局、あの、あの調査する方が名前を出すわけなんだけど、うん、絶対全員なんか出せないわけですよね。うん、全員出せなかったら、誰を出すのかって言ったら、うん、まあ、 だから一番しょうもないって言ったらなんですけど時々週刊誌やるけども、うん、人気投票っていうか、うん、次の、あのー、総理になる人は誰だと思いますかって言ったら、うん、人気投票にならざるを得ないっていうところがね、うん、ちょっとやっぱり厳しいですよね。ね自民党って全然別の論理でね、うんあのー、党の人生をそこの辺読まないといけないんだけど選挙も似たところはあるんですよ、うんあのー、選挙もう少し平らかだけどもやっぱり力関係とかねその人の背景とかね。 もあるし、そんな簡単に議席数で足し算引き算で割ったように40減るって、それはないよね、確かに。ないない,ない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 。そ,そのそうも確かに当たったことないですよね。うん、だ,だから、だから、うん、本当言ったら元のデータがそういうふうに幅があるのに、うん、あのそれを出す人間、うん、その、うん データはね、うん、あるところがちゃんと持ってるわけですよ。うん、それを出す人間が、その時の紫三寸で、うん、あ、なんか40減るだよとかって囁いたら、それがガーッと回るわけですよね。うん、で、場合によってそれが5減るんだよって言ったら5が回るわけですよ。うん、そうすると、5だったら緩むし、うん、40だったら大変だっていうようなところになるわけなんですよね。うん、だからね、うん、まあ言ったら数字なんてわかんない。ただね、うん、ただ、 今、あの、あの、あの、人気はやっぱりどんどん下がってるという事実はこれは変わりないそうだよね。その点でね、ちょっとショッキングなのは、だから先週発表されたデータっていうのは、うん、TBS と共同ですよね。はい、共同は多分先だったと思いますけど、僕はちょっと驚いたのはやっぱり、両方ともですね、内閣支持率が30%パープしてます。でね、うん、両方ともっていうか、うん、その他もそうなんです。うん、あの、10月のね、うん、他の、あの、20%台の,の。いや、他の,あの調査もそうなんですけど、うんうん 他の調査なんかも全部ね、あの政権発足以降、最低なんですよ、支持率が。で、今回の TBS っていうか JNN ね、JNN ネットワークですね、あの、その方と、あと共同も、それも、 前回最低なんだけど、また最低更新したっていう。う,ね、うん。前回はだから、TBS だと10.5ポイントマイナスで29.1だからね。逆に TBS の方不支持率が高くて、ほとんど7割ですから、68.4%ですかそれでね、うん、これまで、これまで支持率支持しないけど、うんうん、どちらでもないっていうところに入ってたりとか、うん 指示、支持,支持者支持率は落ちたけど、不支持率があんまり上がらないっていうのもあったんです。うん、ただ、今回はね、支持率が落ちた分、ダイレクトに不支持率上がってるわけでしょ、うん、だから本当に、端的に言って、あの、なんて言うんですかね、嫌いな、 好きだった人がバーンと嫌いになってるのとほぼ同じ効果なんです。すごいね、分かりやすかったね、今のね。いや、だから、これで、でも、どうなんですかこれでも解散打つ、うつ。いや、だからもうね、来年になったらできないだろうっていうところで、解散になるんじゃないかということで、私のところには、え総理は解散諦めてないっていうのが、日曜日だったかな、来ましたよ。で、いや、昨日あるところから流れてきたのね。 昨日自民党本部で打ち合わせしてんだよね。うん、総理って。うん、で、どうもそこから流れてきたのが、まだちょっと結果は入手してないんだけど、自民党本体がね、独自に本部として世論調査やると。これ何のためかあったらやっぱり、 解散の判断するのかなそうです,うです、ね、だから日曜日に聞いたのが、うん、日曜日に聞いたのは、総理は解散の、えー、意思はまだ持ってると。うん、いや、解散するとは言ってないんですよ。うん、解散の意思は持ってると。で、うん、えー、元宿さんっていらっしゃいますよね。はい、元宿元宿さんも今解散した方がいいと思って、はい、それで、それで、 調査するというのは日曜日に入ってきました。ああ、ということは、昨日、昨日の打ち合わせは大体そういうことなんだね。そういうことだと思いますね。ただね、元宿さんが言ってることについて、あ、これこれ、これ、党内情報。これね、これ私の動画で、えっと、月曜日にやったのかなあの動画で、あの、ちょっとニコニコ動画の方で党内情報ということで、総理は解散する、解散を諦めていないということと、元宿氏が、 実 <laughs> 言というか、直、直、直言というか、その直接言ったわけですね。やっ,すやった方がいいですと言ってて、うん、自民党が世論調査を実施してて、うん、12月にやるんですかみたいな話になってるということは聞いてます。うん、ただね、本宿さんが言ったことは、うんうん 総理は聞くかどうかわからないっていうのがかねてからのあれなのでね、うん、半分しか聞かないっていう噂が。この辺の問題どうですかまたね、今日変、新聞で見っけたんだけども、うん、あのー、12月の16日から3日間、あのー、官房長官がね、発表しましたね。アセアンの特別会談の、ね、あの日本とアセアン関係50周年ってやつね。ええ、で、これ3日間やると、外交案件あるから12月もいるじゃないのっていうことを言い出してる。 人がいると。人というか新聞でそういうことを言,言ってる人はいるよって言うんだけども。 どうなのかなと思って、ね。だって、だってね、そんなの何かって言ったら、うん、総理がいなかったら選挙できないんですかって言ったらそういうわけではないし、うんうん、それからねか、考えてみてください。16日にアセアンの首脳たちが来るわけですよ。うん、テレビでやりますよね。誰々が来られたって。それで、ね、総理が、うん、まあ言ったら、迎えるわけですよね。うん、で16、17日、選挙になったら、その当日、うん、こんなことがありましたよとせ、やりますよね。うんうん、そしたら、まあ、いわば自民党の PR みたいなもんじゃないですか。そうだ応援団が来る そうそう、PR みたいなもんじゃないですか。総理にとったらね、総理にとったら、これだけのことをやってますよ、みたいな感じの、うん、お要は、皆さんのね、面に、うん、あの、止まりやすいわけでしょそうだねこ、うんの。ともかくあれだよね、岸田さんっていうのは、 内政がダメなら外交で頑張るっていう。そ,そうそうそう。だ,うね、だからまあね、ここでね、何をやられるのかはさておきですよ。うん、さておき。ただ、あの、この間フィリピンに行かれてね、うん、その中国に対しての、うん、まあフィリピンもいろいろと中国戦で、あの、領海の問題について南シナ海で、中国戦でね、嫌がらせというか、侵断されてるから、うん、スプラトリー島とかね、諸島とか。うん、だから、日本からそういった意味で援助ね、<う>送るということを約束して。今度、初めてですよね、あの、 アメリカ軍かまさないでかそうです。だからね、うん、あの今、フィリピンも、もう、韓国とかね、うん、オーストラリアとか、そういったのと同じようにやるっていうことと、うんうん、あと、なんていうかなんか、うん、条約。 作るんですってなんか、広報支援のね。あの、要するに、あの、要するに、あの、駅務協定ってやつですよ。あの、補給もね、お互い面倒見やいし。やって、うん、あとは、その、うん、え、共同、あの、共同演習のために、その、入国の手続きの簡素化っていうのをやって。うん、俺、不思議なんだよな。昔、共産党いた人間としてはね、うん、軍事同盟なんですよ、それ。うん。そうなん <laughs> こんなに軍事同盟あちこちと結んじゃって、一回も共産党あれだよね、国会で取り上げたことないね。 最近はもうしょうがないだ相手が、相手が中国だからじゃないですか。相手がチャイナだからうん。でもさ、C さんはチャイナ嫌いだけど、フワさん大好きだしね、チャイナね。ああ。うん。どうなってんだろうまあいいや。共団党でも問題外だから。おそらくそういうことで。だからね、あの、外交日程があるからっていうのは、ちょっと、ならない。だって日本に、日本に来てもらうから。そうだよね。うん。安住さん、そう、そ海外に行くわけじゃないんだから。行っちゃってんじゃなくて、東京みんな来てくれるんだもん。うん。そりゃそうだ。うん。 あそうしたら、あの、実は、今度の臨時国会はね、まあ、会期延長ないと思いますけど、12月13日が閉会日だから、うん、その辺でこう解散しちゃっても、うん、これ全然矛盾になんないね、確かにね。まあ、そうですね。まあ、あの、13日に解散じゃなくて、もっと前ですけどね。うん、もっと前11月に、11月中に解散しないと、17日の選挙には間に合わない。そうなんだ。うん、確かに。いやいやいや。 で、24日投票日って話もありますよね。24日ね、でもどうなんでしょうかね。うん、まあ、でもね、24日にしても、例えば端的に言って、12月31日に投開票って言ったって、うん、まあ、やってしまったら、こうですって言われたら、うん、そういうふうに動かざるを得ないわけですよ。うん、そうですよ、ね。で、実際もって年末年始のね、選挙,選挙日程っていうのは、これまで5ケースあるんです。5ケースあるんです。年末年始。年末年始,年始。年末年始選挙っていうのが、 昭和44年に12月2日にま解散して、12月27日に選挙をやったっていう例と、それから年末解散、年始、年明け選挙ね、年をまたいだっていうのは2例あって、昭和23年の12月23日に解散して、 で翌年の1月23日に選挙。うん、それから昭和41年の12月27日。これも年末ですよね。うんうん、解散してで、翌年の1月29日に選挙。うん、それから年明けにやるっていう話もあって、うん、まあ年明けって言ったらね、うん、ええー、ちょっとやっぱりあ、あの、後半、あの、あれでしょう、下旬から、あの、通常国会始まるので、通常国会になると、今度予算の問題があるので、うん じゃあどういうふうにするのかって、それはちょっとわからないんですが、あの、年明け解散、選挙っていうのは、あるんですね。うん、昭和30年の1月24日に解散して、2月の27日、うん、投開票。から、平成2年の1月24日にやって、うんうん、そ,その選挙の時は僕は、あの、候補者師やってました。2月18日に投開票っていうのあるわけですよ。だから、これを見るとね、例えば年末年始、まあ、一番近いのはこっちの方かな。うんうん、年末年始にやって、 それで通常国会と臨時国会と一緒にしちゃうみたいなのも不可能ではないわけですよね,ね結局はねだからまあ12月23日で25時23日になってくる、うん、こっちはもう少しふあのなんていうかあの縮めることだって不可能ではないわけですよねうん、うん、これね、うん、まあねこの辺はねであれでも自民党自民党の優党である公明党はなんかもう 年内やるぞっていうことで走ってるみたいですけどね。あの、わ私はこう、地べたを這い回るような情報は、いつも入っていくんですけど。ああ、だからね、公明党もね、うん、よくわからないんですよっていうのはね、うん、公明党の、私が見,、うん、見る限り、公明党の情報が、うんうん 結構バラバラになってて、で、それは、やはり例えば、うんうん、昔はもっと大物いましたよね。例えば大阪では西口さんという人がいて、で、私が聞いてるのでは、うんうん、まあ、あの時は上昇関西で、関西すごい強い時ですよ。うんうん、西口さんが、あそこに行けって言ったら、そのね、うん、あの、その、まあ、うんうん コメントの関係者がそこにお願いに行くわけですよ。うん、そしたらもう話がもう決まってて、わかりましたっていうことで、スル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 、そこで票がきちんと確保できたと。うん、ま、あの、組織票ですよね。うん、ところが今は全くわからない。だって以前は、あれですよ、間接的に維新と関西で手結んでたんですよ。で、それが今回は手結ばない。うん、なんか、 何をやってるのみたいな感じですよ。で、誰が主導権握ってるのかっていうのが、やっぱり今、わからない状況になってて、私ね、まあ、これは関西に行かなきゃあれかもしれないけど、東京でいる限りは、どう動いてんですかって言ったら、誰も知らないようなのがあるわけです。僕なんかだとね、あの、石井慶一先生っているじゃないですか、幹事長。あの人、あの、うちの近所出身なんで、多少つながりがいまして、で、石井先生のところの、やっぱり、今、幹事長でらっしゃるから、大物でらっしゃるからね、 結構地方から応援も入ってると。うん。で、集会やってますよと。もうそれはね、今回初めて石井さんのところは、えっと、埼玉ですよね。埼玉14区です。あそこ、だから新しい埼玉、埼玉とね、あとあの、愛知の16区ですかそれは、ものすごく人が入ってるんです。で、そういうふうに動いてて、で、まあ、いわば11月の18日が、 創価学会設立記念日なんだけど、どこれの準備は、うん、まあそれは置いといて、とにかく全力選挙やれというような指令がずっとされてるから、だから選挙ね、そんなにこうずっと半年間も持続できないじゃないですか、うんうん、緊張マックスで。うんであの あと、つまんない噂が僕に入ってきたんですけどね。はい、まあ、あの、ま、前々からね、この総科学会、あんまり総科学会のことを言っちゃうとあれかもしれないけど、うんまあ、けな、けなさなじゃないんだけど、うん、選挙のことは睨んでる副会長さん、佐藤博さんという方がいらして、はい、佐藤博さんにちょろ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 耳打ちに行くね、あの、中北くんじゃねえや、木原さんって人がいるらしくて、うんうん、あの、10月会ってんだよね、あって、で、その、まあ僕、あ,ある関係者って言います私が入った情報だと、 木原さんが早くなりそうですよと佐藤さんに説明したとあの,あの解文書でしょうんあの解文書もねちょっとやっぱり怪しくてうん、うん、なぜかって言ったら私木どうなのかなっていうところありますよねうん、うん、だって主にやっぱり佐藤さんって東京よりも関西にいらっしゃるそこもあってちょっとわかんないなと思うのと、うんね、あと木原さんって完全に 発してるじゃないですか。あの、うんうん、その、自身のね、スキャンダルはともかくですよ。うん、自身のスキャンダルはともかく、今回の11月の2日の経済対策、うん、ありましたよね。事業規模35兆円、それから、まあ、あの、予算としては17兆円のお金を使う大規模な経済対策発表されましたけども、うんうん、この時に目玉となったのが、うん、まあ、あの、住民税、所得税、合計4、 4万円、1人当たりね。4万円の減税。まあ、他にはね、あの、低所得層の7万円の給付金っていうのありましたけど、減税っていうのがあったじゃないですか、一つは。で、その前に減税って何やるのっていう、ただ、減税あれば、景気はどうにかなるんじゃないか。それから、やっぱり、あの、所得、あのね、あの、可処分所得が増えるんじゃないか、みたいなあれで、話題になった時に、その、総理が減税という前に、木原さんが、あの、 魚屋のチャンネルで、減税って言っちゃってるでしょ。言っちゃってる、言っちゃってる。あの、てる、ペラペラ喋る。そうでしょあの、お酒飲んだまま。その欲、欲回ってか、次の回で、なんか言ったこと覚えてないとかって言ってたわけでしょあれは良くないですよね。良くないね。うん、総理が言う前に、ペラペラ喋る。 実はないとはでもねキャラさんもあの人もね東京20区ですからね東村山ですから、うん、相当やばいんじゃないかなと思ってますけどね、うん、いやいやもう本当にやばいと思いますよそれから